尺ですが、この時期なんでさすがにクリスマスメニュー作ります。今日作るのは鶏もも肉のコンフィ。フランス料理やね。これガチで作ろうとすると長時間低温のお湯で煮込む、なかなかハードル高い料理なんだが、今日はまあ裏技使って超絶簡単に作っていく。つうわけで今日使う物はこいつらだ。肉は骨付きの鶏もも肉。この時期だと普通にスーパーで出回ってることが多い。なかったら普通のもも肉でもいいんだが、骨付きの方がうまいんで、できたらこっちで。骨があることで中に熱がじっくり回り、さらに骨周りはコラーゲンもたっぷり、最終的に柔らかくジューシーに仕上がりやすい。コンフィは肉を調味料に漬け込んで一晩ぐらい寝かして味を浸透させるもんだが、時短としてこうやってフォークでブスブス穴を開け、無理やり味を浸透させていく。厚みがあり味の入りにくい鶏肉でもこうやっておけば味が染みやすくなる。そしたらここに 1% 強の塩、気持ちいいきつめに振っとくといい。 1% って結構多いんで、最初は測りながらやることをおすすめする。これ調味料の少ないシンプルな料理なんで、塩加減をバシッと決めることは非常に大事だ。こういう肉の隙間の部分も念入りに塩をすり込んでおく。塩をすり込んだらジップロックの中に肉を放り込んでおく。そしたらこの中にハーブを投入。ローズマリー、乾燥タイプや最悪クレイジーソルトなんかのハーブ入りの塩でもいいが、こういうフレッシュタイプの方がはるかに香りが強いんで、あればこっちの方がいい。そしてタイム、ローリエ、ローズマリーとタイムの方が大事なんで、これはあればでいい。そして黒胡椒、粉末でもいいが、最後肉を焼く際に焦げ付きやすくなるんで、ホールを5、6粒入れ、香りだけつけておく。そしたらボウルに水をため、さっきのジップロックをイン。オリーブオイルを大さじ3から4ぐらい、ジップをほんの少しだけ隙間を空けて閉じ、水につけながら真空状態にして空気を抜いていく。この料理ガチで作ろうとすると大量のオイルが必要になるもんだが、こうすることで少量のオイルで済む。オイルを入れて蓋をしたら、こうやって揉み込みながらまんべんなくオイルをなじませる。時間がある場合はこの状態で一晩ぐらい寝かせておくとより味がなじむ。そして炊飯器の釜を取り出し、この中に肉をイン。本来コンフィは低温で数時間かけてじっくり煮込んでいくもんだが、低温調理器ないんでね、炊飯器で代用だ。この中に水を半分、そして熱湯を半分、釜を炊飯器に戻し入れ、保温ボタンをスイッチオン。肉の低温調理はだいたい55度から65度ぐらい低温でじっくり火を入れることで、タンパク質の凝固を緩やかにし、肉が柔らかくしっとり仕上がる。その分時間がかかり大変なんだが、炊飯器の保温機能だいたい65度前後の温度でキープしてくれるんで、ここにぶち込んでおけば簡単に低温調理ができる。ローストビーフ作りなんかにもいいだろう。だいたいこのまま3時間ぐらい放置すれば火が通るが、時間かけるほど柔らかくなるんで5時間でいっちゃいます。炊飯器から取り出したら肉だけを取り出す。時間があるならこのまま一晩ぐらい寝かせるとより味がなじむ。ちなみにこの汁、鶏の旨味とハーブの香りで激うまなんで、ぜひ捨てずに有効活用してほしい。後で使うが、パスタに使ったりするのもあり。このチキン長時間煮込み、火は完全に通ってるが、低温調理によって身が縮まらずプリプリであることが見ただけでわかる。あとはこいつに焼き目をつけるだけ。焼き目がつけやすいよう表面の水分は軽く拭き取っておく。肉は崩れないよう丁寧に丁寧に。付け合わせも用意しておこう。ここはオーソドックスにジャガイモでいく。今日は皮付きのまま使うんで、よく水洗いし水分を拭き取り、芽は取っておく。そしたらだいたい均等な大きさになるようにカット。今回は乱切りでいこう。
そんなこんなで仕込みは以上だ。最後の作業、焼きだ。熱したフライパンにオリーブオイル少々。そして時間のかかるジャガイモから焼いていく。ある程度焼きを入れたら、さっきの鶏の旨みたっぷりの汁を芋に存分に絡め吸わせる。軽く塩。ジャガイモがある程度仕上がってきたら、空いたスペースにチキンをかち込む。ここでポイントは焼きすぎないこと。焼きの時間が長いと肉が硬くなってしまう。せっかく低温調理した意味がなくなっちゃう。強火で表面だけに軽く焼き色をつけてあれば OK だ。よし、撤収。さっき取り出しておいたハーブは飾り付けにでも使うといい。クリスマスっぽくもう少し緑を足しちゃおう。十分味があるんで、まあなくてもいいが、味変用にマスタードなんかあれば添えるといいだろう。というわけで完成。骨付きもも肉のコンフィ。やばい、なんだこの食感は。こんなの食ったことねえ。しっとり、めちゃ柔らかい。水分も残ってて身がブリンブリン。表面はパリッと香ばしい。ハーブの香りもたまらない。これはもう高級レストランのディナーに出てきても何の違和感もないレベル。香ばしく焼けたジャガイモ、鶏の旨味が染み込んでうますぎる。なんかこうやって丁寧に食ってるが、こういうのは外食やデート向きの食べ方で、正しい食べ方はこうです。どうだい、ワイルドだろう。骨付き肉とかこうやってかぶりつくのがいっちゃんうまいんだわ。おうちクリスマス最高。外食勢ざまあみろ。今日作ったコンフィ、ガチで作ろうとするとかなり時間も手間もかかるもんだが、今日の作り方だと実際やってることはめちゃ簡単。ハーブとオイルでマリネし、炊飯器にぶっ込んで放置し、あとは軽く焼くだけ。5、6時間かけて作ったが、実際実動30分ぐらい。ほぼ放置で OK。炊飯器は偉大だ。簡単な割に見た目も味もゴージャスなんで、女とかに半日かけて作りましたとか言ったら、なんか喜ばれるんちゃう、知らんけど。うっさ、こいつうっさ。